真優連れてきました。どうぞ。菅口美奈子です。僕、稲見萌音ちゃんと一緒。皆さん、大学に行ってから開花してます。開花の秘訣を、いや、聞きたいね、それ。おはようございます、ウェイズです。おはようございます、キムカです。キムカです。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、あのドライバーのレッスン、まだ見られてない方、概要欄からぜひ見られてください。あれからだいぶ変わりました、だいぶ良くはなったんですけど、ちょっとまだ冬で体も動かないし、ラウンドってなったらまた悪いんですよ。ちょっと違いますね、ちょっとそこも見てもらいつつ、今日はガチガチの勝負を、ガチガチリベンジっていうことなんで、リベンジリベンジっていうことで、で、今日キミカちゃんがむちゃくちゃすごい方連れてきていただいてます。大親友連れてきました。大親友、どうぞどうぞ。はじめまして。はじめまして。はじめまして。菅口美奈子です。美奈子、美奈子さん、友達なんですか？大親友なんですか？大親友です。大親友です。大親友。よろしくお願いします。ちょっといろいろ、じゃあラウンド中にいろいろ聞いていくんで、はい、いいですか、いろいろ聞いても、はい、NG なしってことだったんで、はい、いいととかこんなやばい人大丈夫、大丈夫。はい、ということで18ホールストローク対決でよろしくお願いします。お願いします。俺からで、はい、行っちゃいます。本日は福岡セブンヒルズゴルフクラブに来てます。378ヤード、はい、あ、インスタートですね。10番ホールです。お願いします。お願いします。じゃあチーピンで行きたいと思います。チーピンで行っちゃダメだよじゃあお願いします。お願いします。チーピン嫌やけんね。よいしょ。こすり玉を覚えたっちゃう。1ホール目をお気に入ってね、スライスで。お願いします。お願いします。うおー、ナイスショー。ナイスショー。音がすごいね。お願いします。お願いします。ナイスショー。ナイスショー。力強い。では、お願いします。お願いします。お願いします。お名前が坂口美奈子です。坂口美奈子さん、はい、今どんな形で、まあ、関東で、関東で、はい、今千葉、あ、千葉で、はい、千葉で何してるんですか、プロゴルファー、まあ、試合に出たりとか、はいはい、関東の方が試合が多いんで、うん、そういうことなんですね、はい、めっちゃ試合数全然5倍ぐらい違う。そんなに、5倍ぐらい九州と全然、九州試合ないもん。ないね。え、ここは福岡ですよね。ここは福岡です。柳川。柳川。あ、柳川。ここは一緒じゃないんです。あ、ここ一緒じゃないんだ。なんかも仲良し。仲いいんだ。え、柳川のゴルフ部って部活で結構有名なんですか。昔は強かったんですけど、あ、今ない。なくなっちゃった。なくなった。今ないんですね。はい。柳川ってあるっちゃん、ボクシングも結構強くて、でもボクシングもなくなったんや。そうなんだ。そう、サッカーとかも強いですよね。そうですね。そうだよ、野球とか。知らんかった。そうで、結構有名で、そういうスポーツ校出身なんで、もうエリートですね、エリート、エリート、皆さん、エリート、いろいろ今回聞いていきたいと思いますんで、よし。154ヤード16で、はい、ここちょっと手前ですかね。はい、ギリギリなところで、はい、クロージアードピッチング、はい、変えていこうと思います、はい、
お、ナイスオン。おー、ナイス。しっかー。いい感じです。イエー。さすが。やばいね、これ。さすが。ちょっとリベンジマッチやけんね、これ。まあ、ちか。ちか。106ヤード。はい。55度で。はい。いきます。段の上にあるけん。うん。ピタングリーンやけん。低い球。もう低めに。55度だ。いきます。はい、ナイスオン。やっぱ転がっていかない。いいね。めっちゃ、はい。声。今日も勝ちます。はい。やだな、頑張りますよ、私も。相変わらずショットがキレキレ、やばいね。今日ちょっと、うん、ボリ飛んでたよ、ね、飛んでましたね。ちょっとめっちゃ当たったのかな、どうなのかな。いや、当たってない。残りだって 100? 120でした。あ、めっちゃ近い。 なんて呼んでるんですか。ミナコかミナシャンか。ミナシャン、俺がミナシャンってミナシャンさんってちょ、言いづらいでしょ。ユウスケ噛みそうでしょ。ミナシャン噛んだ時の呼び方。みなさん、みなさん、なんて呼ばれたいですか。え、何がいいよ。え、キミカ、何がいいかな。何が、あだ名、何がいい。何にします。何がいいですかね。でも、みなさんの方が面白くない。みなさんで。みなさん、みなさんで。みなさん、みなさんで。じゃあ、いきます。言いづら。言いづらい。あれだったら、シャンシャンでもいい。シャンシャンでいきますか。全然関係ないよ。パンダみたいになってる。ギリギリ取ってましたね。ギリギリ乗ってました。ナイスオンでした。バーディーパット。わー、めっちゃ重い。ナイスです。うわっ、おわっ、入ったと思った。いい感じに慌てたけど、お先に。はい、ナイスパーです。ナイスパー、いきます。俺一個右。はい、顔分からずに。バーディーパット。はい。よっしゃ。うわ、ナイスバーディー。ナイスバーディー。グモーニー。シャンシャンと。シャンシャンと。やばい。キミカちゃん倒します。ワンちゃんまたやられますよ。ありがとうございます。キミカちゃんと同い年ってことは、ナモタンの1個下になるんだ。ナモタンの2個下。2個下。キミカちゃん。そのナモタンは2つ違い。2つ違いの間にくるみ先輩がいます。あ、そっか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 。24歳。24歳、今年5歳になります。はい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 。え、じゃあ大学、えなめもねちゃんと一緒。じゃあ大学から向こうなんですね。向こうの方に。それめっちゃ挑戦しましたね。キムカちゃん大学は。私は行ってないです。行ってなくて。大学のゴルフ部ってなんか、あ、それこそベルネス、はい、これ有名ですよね。そうですね、はい、ベルネスか東北。東北もそうです。男の子が東北が多いイメージですかね。はい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 。で、大学4年間ですよね。はい、来ました。で、そこで稲見萌寧選手同級生です。同級生、同期で、はい。そりゃ刺激になる、ね、雰囲気持っとるもんね。雰囲気持ってるっていうボビーやけどね。いやいや、朝一からボビーやけどさ。大学行くとかね。え、それってスポーツ推薦とかで行くんですか。やっぱ。あ、そうですね。はい、あ、やっぱそうですね。すごいわ。では、はい、11番ホール297ヤードパー4で行きます。はい、ドライバーで行きます。もう適当に打ちます。はい、右だけちょっと立てれば。
もこれなんかちょっと今日めっちゃいい特訓してきたでしょ。ナイスナイス、いい感じ。でも先生のおかげなんですよ。先生のおかげですね、うん、あと振らないっていうのを覚えたけど、ね、うん、ちょっと今年は今年は違う打倒切るか。ナイスショー、ナイスショー、ナイス、おお、フェアウェイ。あ、やばい、うわー、あ、右だー、大丈夫？でも、大丈夫そうです。今ゴルフ歴で言ったらどんくらいになるんですか。14年です。あ、14年ってことは、はい、今24なんです。10ぐらいか、はい、10歳ぐらい、はい、おー、で高校行くぐらいだからやっぱ中学校の時とかもがっつりやってたんですか。はい、一応ねやることはやってたんですけどけどずっとうちらね、皆さんは急激に関東に行って重くなってるんです。あ、どういうことで、大学に行ってから大学に行ってから開花してます。へぇ、めっちゃ下だったんですけど大丈夫かな、オビーそんなにいいじゃない。あ、でもキックしてます。あ、おった、あるあるある、全然ある。あ、全然おったおったおった。開花の秘訣が、いや、聞きたいね、それ。いや、言うてでもある程度やっぱ上手いはずやん、大学まで行くと、うん、え、またさ、バーディー取られそうやね。もう満期だもん。怒っとうね。なんで今日キミカちゃん怒ってるんですか。ちょっと、ちょっと私がちょっと30分遅刻しちゃったんで、そしたらずっと怒ってますキミカ。14ヤード54度で行きます。はい、ノー、オッケー、ナイスオン。ヤード58フルショットで。はい。ちょっと若干は。ないかもしれない。あ、弱いこれ。ゴー。ゴー。オー、ナイスオン。80ヤードです、はい、うーん、60度で行きます、手前なんで、はい、もう奥乗ってもいいやと思って、はい、行ってます。乗ったらいいよね、うん、こういう寒い日は。シャンシャン倒します。シャンシャン倒します。シャンシャン倒されるよ。やばいね。見つけまーす。シャンシャンで固定でいい。よし、止まってくれた。やばー、バリッチだ。近いねー。やばい。今日、キリカちゃんもちょっと怒ってんの。あ、キリカちゃんもちょっと怒ってるんですよ。なんやねん、こいつ。みたいな感じで。だって、家の近くまで来てたのに。これ言っていいの大丈夫反対方向にさらに行ったみたいで方向道が違うとか言って私がそこまで迎えに行かないといけないみたいな。もうね、反省してる。反省してる。反省して、はい、反省してね。だいぶ厳しめ、厳しめのちょっと鬼気味か。あ、ちょっと違う、
か？また弱い。なんか練習グリーンと違う。うんうん、影納豆菌かな、重たいんだ、うん、なんか霜？霜なんていうの、めっちゃ濡れてる、うん、濡れてるね、雨降ってないもんね、うん、梅雨？あ、朝梅雨ね、霜じゃないありゃ、惜しい惜しい、バージポできます。はい。あ、切れない。よし。本当切れると思った。ナイスパ。よし。確かにうまい。うまい。なんかナモタンがおらんラウンドが初めてだから、なんかちょっとまた雰囲気違う感じが。やりやすいっすよね。意外とおしゃべりマンですよね、あの感じ。意外と。意外ともうまんまやん。全然意外じゃない。ここね、どう攻めていくかね。ねえ、むずいよね。うん。ちょっとやばい、絶対無理だよね。ドライバーちょっとかなり嫌だね。長くね。いや、当たれば全然。冬のさ、このショートが長いの嫌やね、うん、ロングアイアンの有定気になる。花道らへん狙っとけば、アプローチで安全に。12番ホール、はい、パー3の211です。はい、まあ、ピンまでなんか201って出たら、うん、5番でいきます。5番センターね、見れば十分って感じね。入ってきた。もうちょい。オッケーオッケー。どうだった？ちょっとダフった。安全安全。アプローチでいいでしょ。私5番ウッドで行こうと思います。5番ウッド。少しだけアゲンストあるね。結構あげと、うん、まあ当たったもん私、うん、いい当たりだった。結構あげとあげあげです今日。何までいきますか。スプーンで、はい、いや、スプーンの精度。スプーンの精度間違いない。なんか男で言ったらもうね、スプーンが無理やん、ね、ここがね、一番難しい。難しいね。みんな結構ここでやらかすから、なるほど。もう赤乗せたらもうベリーグーです。なるほど。その大学 の、はい、その4年間で、はい、なんかそれやっぱもちろん競技とかいっぱい出るんですよね。なんか私の大学は通信制の大学だったので、はい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 、競技とかは出れなくて。あ、そうなんだ。そうなんや。なんてこと言ってたの。あ、そうそうそう、そういう大学生も試合は出れなくて、はいはいはい、なんでまあ関東アマとか、はいはいはい、関東アマじゃん、そういうのは出てたんですけど。おそういうことなんですね。高校の時とその大学の時、はい、なんかこう競技でどんな感じの成績の違いっていうか成績なんだろう、なんだろうね。
リアルに下から数えた方が早かったよね。早かった、ずっと。あ、高校の時ですか。はい。え、で、大学入って、スイングもかなり変わったよね。そうだね、確かに。なんか、はい、あっちでコーチとか見つけたりして、って感じですね。試合数も増えたりしたり、はい。練習環境が良かったんで。え、それも平均スコアがもう全然、はい、断然に上がったんですか。まずどんだけ違うってぐらい上がったし10度ぐらい上がったし10度でもリアルにそうだよね。マジ、マジ80とか普通に打ってたんでずっと、なんか美奈子と久々に会った時衝撃を受けたもん。受けすぎやろ。性別変わったぐらいこうやってなってでもみんな言うよそれは。さあペタペタのライカー、はい、これ嫌やね冬のねアプローチ。しかも黒いとこ行ってますねこれは。みんな苦戦するね。これゆうすけも正月回ったろ。ねえこのペタペタのライがやばかったろ。カツンしちゃうからね。あやばいやばいもうやばい。55度でいきます。転がしにかかります。はい。もうちょい下るやろ。もうちょい。もうまあ、ナイスアプローチ。カツンしないためになんか意識とかって今のやっぱその山上さんのさ右手のこう出し方とこのソールをやっぱ滑らせようと思う。なるほど。え、なんでそれオーバーできる？男前。男前。なんでそんなオーバーすると？怒っとけやね。怒っとけ。裏強気やもん。早く許したいよ。分からんやろ多分匂う人。朝なんかあったそうです。一緒に来たよね二人ね、うん。でなんかあったそうです。朝から喧嘩してました。喧嘩。マンゲー。ちょっとパパできます。はい。連で。うわー、うまかったけど。おー、惜しい。ボギー。うん。ナイスボギーだ。その大学で入ってから、まあ、徐々に平均スコアが良くなっていったっていうのは、ね、そうですね。なんかもう毎日ラウンドだったんで、はい、朝からみんなでショットしてコース回ってみたいな。あもうゴルフ漬け、はい、で高校の時は、まあ、練習量が単純に違うっていうのと、そうですね、はい、まあ、ラウンドができる環境だった、はい、どんぐらいなんですか毎日ラウンドするの。そうです、月曜から木曜日まで部活があるので、はい、午前中トレーニングしてラウンドか練習してラウンドって。めっちゃきつそうやね。毎日は何ですか。金土日はなんか、まあ、キャディーとかやったりしてましたね。バイト。なるほど。なんでキャディーしてもラウンドって。あ、そうだよね。ラウンド数増えるとやっぱスコア全然変わる。あ、変わるんだね。変わる。僕からしたらラウンドが多くなったらどんどん悪くなっていってしまうと。でなんかスイングが直せるようなこう練習時間が取れないとか。あーコースだけとなるとスイングは取れるのか。ラウンドも行きつつもう練習もやっぱ何球も打つんですよね。そうです。終わってからどんくらい打つんですか。なんかスイング直すときは球はそんなに私は打たずに結構ずっとこう動きを書くんです。それ動画とかですか。とか、はい、そうですね。見てもらったり、はい、人に。ああ、球を打つよりかは、はい、質なんだ。うん、
まあそうやね、ひたすら打ってもうまくはない、うん、形ってさ、結構さ、大げさに背中変わらんくない？変わらんよね。え、なんか理論みたいなのがあるんですか、そういう大学によってとか、コーチによってとか。まあ、コーチによってバラバラだと思います、あるんですね、すごい、はい、しっくりきてるのが、じゃあ大学の時なんか見つかったんですね、自分に合うのが。はい、それをじゃあちょっと次回いろいろ聞いていきたいと思います、はい、お願いします。次回ドローとフェードを打ち分ける際気をつけてることを意識してることあれば。この間ちょっと動画で言わせてもらった、このできてるかっていうのが結構大、意外とできてなかったりっていうのが、はい、リナシャンさんはマイナビ、マイナビで干渉してるのかな、マイナビ2勝してるって言ったの、あ、干渉干渉してる